え、普通にキモくないマジで。あんだけ昨日さ、長々謎の文章さ、延々と読まされてさ、それさて置かれたんだけど。ガチ意味わかる。俺多分この人が加害者の側なんじゃないかなって俺、俺もううっすら思ってるんだけど、これ。自分被害者みたいなこと言ってたけどさ。 なんかもう文章も尻滅裂だしさ言ってること分からんし、うん、で上記の内容はさておき精神保健福祉法36条を長年悪用してる件を相談しようかとね大体ヤバい人ってさこのさあのー、何々の法律の何々何々法第何条とかさ で、第何条、何項とかってさ、よく言ってこん。だいたいやばい人って。うん。まさになんやけど、普通に。うん。俺の経験上、まさにの人なんやけど。うん、だもうこの人もちょっと取り上げなくていい今後。てか、ブロックしちゃっていいめんどくさいから。うん。2回連続で聞いてねえわけだからさ、この人。 うん、ちなみにど,どうするいやあんまりやりたくないんだけどさ聞いてますって送るこれさほっといたらずっと来そうじゃないなんかマジでうんいや聞いてます配信聞いてますっていうことによってさ今から聞くでしょ多分今日で終わらせるそれともとりあえずスルーしとく、うん、じゃあ聞いてみるか聞いてみるか 配信聞いてます。で送るわじゃあ今帰ってきましたこれから聞きます。聞き始めたら教えてください。了解しましたもう少しお時間ください。もうめんどくさめんどくさ一旦中断で。 何か LINE 来たうんと「お待たせしました聞き始めました」ということでえっ、ー、とこれちょっとごめんなさい内容がちょっと頂い,いてる LINE の内容がちょっとよく分かんないんでこれ通話って可能ですか緊張しますがあじゃあかけてくださいすいませんお願いしますはいもしもしこんばんはあーこんばんははいどうもえっ、ー、とこれはじめましてはじめましてどうもよろしくお願いします えとこ,れこちらこそえと内容がちょっとこれだとわからないんですけどこれな何の相談をされたいてですうこ、ね、はいんで、はい、えっと、はい、実は自分の姉なんですが実の姉なんですが、はい、あの強制入院。 をさせる制度ってご存知ですかはい、わかります。知事ですよね。はい。知事権限でってことですよね。はい、はいはい。あっ、そうです、そうです。はい、で、そ、それを、はい、悪用されてずっと困っているんですね。うん、と、どういうことでしょう。はい。えー、っとですね、うん。ちょっとラグいね。うん。 3年前に、はい、実はコロナで父さんが亡くなったんですけれども、はいえー、そのコロナは本当は姉からあちらこちらにクラスターが、はい、見ました見ましたでお姉さんが本当は映したけどあなたが映したっていうことにされたとほいではい で、えっ、ー、とですね。まあ、遺産相続だとか、はい。いろいろある中、実はこの、亡くなって三年のうちのい今、二年間、はい。姉から、まあ、 起こされた民事裁判2年間やってたんですね。はい、でその間にいろいろと証拠を集めていた中に、はい、姉があちらこちらにこの精神保護法を悪用して、はい、私が不利になるようなことがいろいろと行われてたことがわかったんですね。ちなみに ノックの枠でも相談しましたノックさん、はい、あえっとノックさんの枠では遺産相続に関わることで金庫盗まれたとか、はい、遺言状取られたとかっていうときには。 ことについてははいその時相談しましたあえっと僕のところに相談した話とは違うってことですかえっとそううんそうですえっと要は全てが姉たい私のことではあるんですけれども、はいはい いろいろなことからがあって。えっ、ー、と、ごめんなさい、ノックのところに相談。ノックのところに相談した内容と、僕のところにしている相談は、はい、内容は一緒ですか、それとも違いますか。あ、別ですね。えっと、ちなみに、一度ノックに相談しているのに、僕のところに、えっ、ー、と、相談し直してきたのは、どういう理由なんでしょうか。えっとですね。はい。 ノックさんのところに相談したことで、はい、実は本当の問題はそこじゃないっていうことに気づいたんですね実は。はい、でそれからずっとまた自分でいろいろと調べたりだとか、うん、どこから手をつけるっていう。 ことがある程度明確になってきてでなんでノックのところに今ですねでなんでノックのところにもう一回相談せずに俺のところに相談し直したってことはどうだあ分かんなくて<ー>はいあはいはい私の,の本心でいいんですよねはいはいえっとその 金庫盗まれただとか、はい、遺言状のことで、初めて配信に上がって、そのノクサに相談はしたんですけれども、はい、そういう内容って、ノ、はい、クリスさんにとっては面白くない内容なのかなっていうのを感じたのは、うちのリスナーだったらそ私の気持ちなんですが。 それがうちのリスナーと面白いって話ですか。えー、っと、はい。あ、いや、それは違いますよね。は、どうどういうことなのかよくわかんないですけど、理由が。は、あ、はい。ノックさんに相談したあたりは一ヶ月以上、一ヶ月ぐらい前の話なんですけれども、はい。実はその頃プーさんのこの配信とかを聞いたこともなかったし。 知らなかったんです、実は。はい。で、えっ、ー、と、ただ、プーさんかの、上がってきて、こうお、誰かに対してお話ししたりとかしてるのは聞いているっていう存在は知っていたんですけれども、はい、先週から、はい、プーさんの配信を聞いたん、 あ配信を聞いたんじゃなくて要はアーカイブですか YouTube のアイアーカイブ、はい、アーカイブを聞いてこの内容だったらプーさんの見解を聞きたいと思ったのが正直な本音ですうんまあまあわかりましたけどでそれで えーと制度をじゃあ悪用されてるっていうのは何の話ですか制度を悪用されてるに関してはし、はいはい、この精神保健福祉法36条、はい、というのを、はい、えーと悪用していようと。 悪用しようとしていることが、はい、カルテ開示の2か所のカルテ開示で、はあ、姉がやの実績として残っていたんですね。はい、でそれそれをこれ警報でっていうのは難しいのかなとは思うんですけれども。 ごめんなさいまずどう,どう悪用されてるのかが分かんないんですけどあ,あ悪用されてることですねはいでそれあれですよねあなたが言ってるのってあの強制入院って要は措置,、はい、措置入院のことですよね措置入院っていうのは医師2名の診断と,えと知事の、えー、と犯行がないとできないっていう話ですよねはい、うん、それは知ってるんですけどす知事かっこ要は厚生労働省ですよねそ、はい、そうでですすははいそれは知ってるんですけど はいえっと、それがなんすかっていう、要はあなたが措置入院させられたって話なんですかえっと、15、六6年前に一度、15、六6年前、されたことがあるんです、はい、それをな何,何がどう悪用されたって話なんですか、じゃあ、このコロナを移されてあじゃこじゃで裁判したって話じゃないですか。う それがはここ3年の話ですよね。うん、だからじゃあそ、その、措置、措置入院をさせられたってことですか、あなたが、じゃあ。えっと、15年前に一度、はい、そういう経緯がありました。えごめんなさい、でも、措置入院って、あのー、はい、そんな簡単にはで,で,で,できないんですよ。 だから、あの、大原誠司って知ってます知らなければいいんですけど、はい、えっと、大原誠司っていう超やべえやつがそっち入院されないんです名前しか知らないって感じです。で、そのそ、そいつがいつまでたってもそっち入院させられないんですけど、それぐらい結構難しいんですよ、そっち入院させるのって。うんうん、それこそ、えっ、ー、と、犯罪者が、はい、えっと、じゃあ、人殺しましたとかっていう犯罪者が、はい、えっとー、はい、じゃあ、えっ、ー、と、裁判で責任能力がないって判断されたときに、ええ じゃあこの人じゃあ無罪としてえとそのまま家に帰すわけにはいかないわけじゃないですか,だかそういうパターンの時とかに措置入院っていう形になるんですよ、はい、ほとんどがそれっていうのは警察だとか裁判所関連の連のだから裁判所関連とか警察関連の方が措置入院をしやすいのに、はい にもかかわらず一般の人を措置入院させるうん、うん、要は犯罪歴がないにもかかわらずその人を措置入院させるっていうのがよっぽど難しいっていう話なんですよ。うん、意味わかりますはいでもう一つの措置入院のさせ方と,として、はい、家族がああはいありますね。保健所に申請してそれ措置入院じゃないですよ。 のやり方それ違うす、それ、<あ>措置じゃなくて、あっ、ごめんなさい、間違えました、はい、じゃあ、強制入院のことでした。ああ、強制入院の方ですね。あじゃあ、さっき確認した、はい、えときに、じゃあ、俺がミスリードしちゃったってことですね、じゃあ、そっち入院って俺が言い換えちゃったけど、要は強制入院の方ですね、そ強制入院と措置入院違うんで。 そう今分かりました、ね、強制入院と措置入院の違いが今分かりましたありがとうございますはいはい、はい、でそれで、えー、とじゃ強制入院ですねやったのは強制入院ですあはいはいはい、はい、なるほどでじゃそうするとえっとそうすると強制入院ってなると,、はい、えと家族または本人とか、えーはい、その近親者またはえっ、ー、と <laughs> そこに近しい、はい そこの近しい距離にいる人にの命に危険がないと、はい、多分強制入院ってでできないんですよ本来は、要は誰かに危害を加える、<あ>もしくは本人があの自死しそうだとかっていうぐらいのことじゃないと、うんうん、本来、強制入院ってできないですよね、はい、それが強制入院させられてるっていうのがはい、よくわからないんですよ。 説明しますね、はあ、私は後から分かったんですが、はい、17年前から2年間 2>、はい、うちの姉夫婦が、はい ごめんなさいもっとサク,サクサクしゃべってもらっていいですかすいませんサクサクしゃべってもらっていいですかねなんか一個一個間を置かれるとすげえ面倒くせです<ー>はい分か,、はい、かりましたはい姉夫婦は要はだからうちの親に、はい、親に妹は多分精神病だよ精神病だよと2年間、はいはい、裏で通ってたと、はい、で で、親が保護者なので、親の印鑑を押させ、はい、で、嘘を言って、警察だとかを使って、精神科にい連れていき、はい、で、本当はその時に、父と私が、 と診察を受けるっていう話のもと行ったんですけれども、うん、結局は私だけを強制入院させるっていうことが行われちゃったんですよねちなみに17年前に17年,17年前っていうのが何歳の時なんですかそれはいえー、っと3 0 ぐらいですね離婚して3年後ぐらいなんですけどえ今じゃあ52歳ぐらいってことですかご自身がはあ,あそうですそうです、うん、はいそうですうんっていうかごめんなさい35歳で保護者が親ってどういうことですか <laughs> もちろん大人大人だけれどもその強制入院の時には結局姉 姉のハンコではダメだけど、親のハンコを押させればいけるらしいですえ。っていうか、実家に住んでたってことですかええ、あの、実家のそばでした。息子が、息子ひ2人をしシングルで育てていて、はい実家のそばで、うん 今、ご子息は下の方いくらい,いくつですか何歳ですか ?28 ですね。下が。年子なんで28、2九って感じです,ああ本当ですかえちなみに、お子さんとは今連絡と取れてるんですか普通にえっと、今回のそのコ,ロコロナウんぬの件で。はい 長男ともれれてないと言えば取れてなないいととえばです長男もってことは次男ともってことですか次男は、はい、もうだいぶ前から、はい、姉と妹私姉と妹がいるんですけど、はい、姉妹チームにもう入っちゃってるので。そうなっ るとえっとご家族、ええ、姉妹とはじゃあ、えー、とあなたは連絡取れるんですかいやとそれに関しても、はい、ですから3年前を機にというよりもそれに向かって、はい、姉が姉としか連絡を取れないようにずっと実はさせ されているんですよね。で長男とも三年前から連絡取ってないんですね。わかりにくいとも。うん長男とも三年は,はい。長男も今この私と姉のその。 あだから、えっと、質問に答えてください、ごめんなさい、面倒くさいんで。面倒くさいんで、質問に答えてください、はいえっと。長男とも3年前から連絡を取ってないんですか、それともいつから連絡を取ってないんですか、長男とは。1年半ぐらい前の電話以来、取ってないかな、メールは一方的にというか、たまにしても、まあ、返信は来てないですけど。 その状況でなんで自分で、えー、と自分自身のことを顧みようと思わないんですかあえっ、ー、と顧みはしますもちろんじゃ何を顧みました姉との仲をここまでこじらせる前にやっぱりきちっとしとくべきだったと思います今からすればいいんじゃないですかきちっと。 かなり難しいんですだとするとあの,というのはあなたが、えー、とごめんなさい今現状の頂、えー、い,いてる情報を全部、えええー、判断すると,、えー、と並べていくとはいこれあなたが被害者面してるだけであなたが加害者側っていう可能性の方が高いんですよね。ななななぜぜららばばはいあのー、私が あなただけが周りと一切連絡を取れてないんで。はいってことはあなたがおかしいからみんな連絡を取るのが嫌だから連絡を取らなくなってるんじゃないですかはいわかりました、うん。解決ってことですかわかりましたっていうのいや今のその 私はひ100%被害者だとは思ってはいないですけれども、はい、今のプーさんのお話で確かに、はい、あなたの,、はい、その悪いところが多いからこうなってるんじゃないかっていうことは理解できたので。うんと僕に言われるまでは理解できなかったんですか いやもちろん自分が別に100%被害者とは思ってはいませんでも100%被害者だと思ってないのに俺に来たメール LINE の内容っていうのは自分があたかもずーっと100%一方的に被害者ですっていう文面が来てるんですよあっそうですねだからそれをやってるから周りの人にソース感食らうんじゃないですかあなた。ええ 違います？はい。そうですよね。はい。そうですよね。だかそこが原因じゃないですか。はい。解決ですか？はい。っていうのは解決ではなまあ解決ではないけれども参考になること。はい ごめんなさいだって俺何が相談したいのかが未だに分かってないんですよなんかずっとだらだら喋られててはいじゃないですかだって相談のポイントずっと出てこないんで一生ただなんか愚痴聞いてるだけみたいな話になってるんですよ今20分喋ってて、はい、20分喋っててよく分かんないんですよだって ああ、申し訳ありません、すいません。ええ、だから、あのー、え、結局、なじゃもうごめんなさい、もう端的にどこを相談したいですかあじゃあメールしましたよね。あじゃあメールじゃであのー はあ、いくつか書きましたけど LINE して<は>それであなたそのことを今日送ってきた文面で、はい、上記の内容はさておあっごめんなさい書きましたさておきってことはそれはもうどっちでもいいって話じゃないですかでそれで精神,精神保健福祉法36条を長年悪用している件を相談しようかとっつって言ってるんですけど はいで何が相談したいんですかだから結局最初に本当はメールしたようにはいだって最初のやつだってえっ、ー、と「丸一、ね、丸一がえっ、ー、と「<laughs> 姉からのコロナがうつり父が亡くなったにもかかわらず、はい、親戚や共通の知人に、えー、と私が東京からコロナを持ってきて父にうつし,して亡くなったと虚偽の吹聴をされたっていうところに関しての、えー、俺の見解と注意すべき点って何、はい、すかこれ俺の見解って何すか知らねえんなもん見解なんか見解なんかねえよこんなもんに、はい、事情知らねえんだからか、まあ、も,もう片方の相手の 姉貴の方の話聞けてねえんだから、見解もクソも一方的なあなたの話でしかないでしょうよ。だから見解もクソもないです。こんだけの文章の中で。はい。はい。はい、わかりました。だってそうじゃないですか。だって実際、姉からのコロナが移り、知事が亡くなったにもかかわらず、親戚や共通の知人に、私が東京からコロナを持ってきて、知事に移して亡くなったと虚偽の吹聴をされた。これに対しての見解なんかねえですよ、これだけじゃ。これだけじゃ、見解なんかも出ねえっすよ、こんなもん。 誰が出せるんですかこんんなもんで注意すべき点って何を何を注意すべき点って何をしたいのかが分かんないんで注意すべき点なんて出るわけないじゃないですかこの文章で。で、えー、丸二が、はい、えっと二がなんだ父の亡骸が運び出される直前に姉から暴行を受けた被害届は苫小牧苫小牧だっけこれな何て読むんだっけこれ。 苫小牧警察署に受理していただき,、まあ、ただき来月、姉の取り調べが始まるが検事による不起訴になる可能性大でこれに対しての、えー、上記の名誉毀損の告訴状作成ができる弁護士をご存知であれば紹介してほしい嫌です、俺自分,の自分がお願いしている弁護士を、はいあのー、見ず知らずの人にポンポン紹介できません、はい、だから無理です、これナで答え。えー、で、えー、と、はい それで、〇三〇四に関しては別に特に何もないっしょっていう。三と四と。に関しては何も聞かれてないですよ。この後。なんか民事裁判や遺災相続に関しては法テラスでなんだかんだら、刑事事件はなんたらかんだら、えー、刑事事件の被害なんだら、なーっていうのがあるだけで、〇三〇四の質問はされてないんで、別に。だからそうなると、これ相談内容が謎なんですよ。うん、だから。 相談内容なぞす。で昨日の配信で取り上げたんですけど昨日の配信リアルタイムで聞いてねえしで今日も俺が LINE 送ってなかったら多分リアルタイムで聞いてなかったし申し訳ありません、ね、それはおっしゃるとりですだから結局何が相談したいのか分かんないままなんですよこっちはで今日来た LINE っていうのは昨日そんだけ散々なんか長いあの文章来とって、ええ、上記の内容はさておきっつってさて置,い置かれちゃってるから。 この話話じゃねんんだっていう話なんですよでそうすると今度精神保護今日,今日来たのは、えー、と精神保健福祉法36条を長年悪用している件を相談しようかとっつって言ってるんですよ、はい、何言ってるか分かんねえんですよこっちはええー、だから何を相談したいですか、はい、だからあの端的にお願いします、はい、端的にあの4番4番 4番「カルテ開示や警察の開示請求により、えー、病院や公的機関に対して <laughs> えっと次女は精神疾患があると姉が優位に立つために虚偽不一致をされていたことが分かった」で何すか分かったから何すか何を相談したいんですか分かっはい分かったの続きが今日の。 えっと、どこだあの。さておきって、ちょっと一旦そこで切ってしまいましたけれども。はあ、けどもそういう、はい。その精神保護福祉法36条を。はい いまだにあのー、あ、悪用してる姉と、どうか、どう対峙したらいいのか、です。これを、はいはあ、みえー、っと、その4番で、はい、カルテ会議から、はい。 まだ姉がそうやってその、そういうの強制入院をさせようっていう申し出を、二に所の医療機関にしてました、それ医療機関で必要ないって、えー、っと、2021年の2月27日と3月20日のことですん。それは何でそう知ったんですか、それを。 強制入院をあなたに、あなたのことを強制入院させようとしてるのを。どうやってあなたは知ったんですか。2> 2はいえー、はい、カルテです。あの。二月27七日号。いうのが。はい。父の命日なんですけれども。はい、そこの。病院から。 されて開示をしたらそこに書いていたっていうことです強制入院をさせろってでその前にまずその泣きがらとの面会っていう場面があったんですねはい。でその時に看護師さんに普通のことを聞いてもあまりにもまともに答えてくれなくって そのの普通のことを聞いたっていうのは何を聞いたんですかああえっ、ー、と父が亡くなった時の様子ですとか、はい、このあとどのような流れでかす要はその火葬場に運ぶとかの前に自分の家に連れていけないのかだとか、はいはい、そういうことを聞いた時に2人の看護師が。はい 目を合わせて困った顔してうちの姉を見て、はい、っていう場面が何回も続いたのであーこれなんかおかしいなとは思っていたんですよ多分姉の方が病院の方に口止めしてたんじゃないですかそれ何かしらをだろうなと思ってそれで, <laughs> でそ,そ,それで亡くなった父のカルテ解除をしたら確かに、はい キーパーソンである長女が次女、はい、は精神疾患があるため長女が同席してしか面会できないだとか、はい、その亡骸をこれから運ぶっていう時に私あ姉から暴行を受けてそれの被害を届けを出したんですけれども。はい カルテには、私が葬儀屋の職員から死亡届を勝手に取ったから家族が取り押さえるために地上地面に仰向けに取り寄せたとか、取り押さえたとかっていう嘘が書いてあって、そこに、えっと、 私のことを多分、えー、入院させれないかと、<laughs> それ強制入院じゃないじゃない病院や保険あ、えっと、ごめんなさい。で、一応、ここに書いてたのが、うん、精神錯乱状態ではないため、うん、法第23条、警察官通報の受理には該当しないとなる。 で、一つこれ書いてたんですね。だとすると保護入院じゃないですか。これは保護入院なんですか、これは。っていうか、あの、な、な、それカルテですか、それ。っていうか。あの父の。カルテ開示です。カルテです。えっと、ごめんなさい、カルテにそんな情報が書いてあるんですか。看護師の。 じゃカルテじゃないですねじゃあカルテじゃないですねあじすねあ,あじゃあごめんなさい看護記録になるかごめんなさいえっとカルテ解除をしたら24枚あってその中の看護師さんの記録でしたはいえっとうん どう見ても俺の中ではおそらくあなたがおかしいかなって思うんすけどわ、はい、かりましたっていうのはだってその場でご家族に、えー、暴行を受けたと被害届を出してるんですもんね110番しましたからはい やっぱりおかしくないですかすごめんなさい。はい。あ、わかる。さっきの。はい。文章は。はいはあ、カルテに看護師が書いていた文章であって。はい。じ、事実は。はい。葬儀屋さんが私に封筒を渡しました。はい。で、それが死亡届けだったら,らしいんですけれども。 はい、その場面を見て5 6メートル先にいた姉が「やめて!」って叫んで走ってきてドーンって突き飛ばして私が地面に頭を打って仰向けに倒れました。そこに ということでね、えー、ありがとうございました。ちょっとブロックしておきます。はい。もう限界す。はい。ということでね、ありがとうございました。袋を謎だったわ。そういや。うん。先に俺の方が限界来ちゃった。うん。もう、袋はもう知れずじまいや。もうちょっともう、俺はね、あのー、ブロックしてしまいましたんで、ちょっとすいません。うん。どうやって、どうやってノックと、ノックコミュニケーション取れてないのかな取れずにとりあえず繋げといたってことうん。